はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回はドレイブンを使ったデッキを作ってきました。昨日に引き続き青二歳をまた使ってね、デッキを作ってきました。うん、まあ昨日はねスウェインの方を出したんですけど、今回はね、まあ有名な形ですね。まあ扱いやすいんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、まあ昨日のスウェインよりかは泥層がしっかりおもちゃ箱、あとは汚水、まあ進歩の火という風なものも入ってるので、まあ泥層も困ることはないのかなと、手札が枯渇することは困らないのかなという風に個人的には思っています。まあデッキの内容は概要欄に書いてありますが、いっていきたいと思います。ビームが2、カラス3、おもちゃ箱2、クモ2、ミスティックショット3、クモ3、トータ2、シノテ2、ドレイブン3、青二歳3、エキサイティン2、ギロチン2、汚水1、モドキ2、ショック2、ビーム2、隊長2、進歩の日2という風な感じになっています。デッキの使い方などは試合見ていただければわかると思うので、それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。お相手はシバーナソルという風な感じですね。まあここはスタティックショックだけ持っておきましょうか。これでいいね。うん、まあ隊長は来ますけど、まあ一応隊長はねフィニッシャー枠としては最高なので特に問題はないかなと思います。はい、で死の徹底と、まあここはね次はドレイブン分出してって、まあここのねスタックを貯めていく、スタックじゃねえわ、はい、まあ、パワーをね上げていくとね、パーティーの時間だと言ってもらって、はいはい、まあスタンもありますし、何かしらまだまだって言ったんですけどね、いけるんじゃねえかなと思いますけど、まあお相手は6マナで何を打ってくるかと、特に何もしない、まあここはドレイブンでねぶち当たりに行く、はい、うん、でザンザン入っていくと、でここはパスと、 OK、 はい、よしよしよし。まあドレイブンはやっぱここのね強いよね。お相手まあチバーナ出てくる縦兵、まあちょっとあれだろうな、まあここエーズぶん投げちまってもいいなと思います。いきましょう。呼ばれねえかと思ったぜと言ってもらって、はいはいはい、でお相手は縦兵と、あーちょっとこれあれだな、まあここはしょうがないっすね。オッケーオッケー、行きましょう。オッケー、まあ多分果たし合いを持ってんじゃないかなと思いますけど、まあただここは特に何もせず行きましょう。オッケー、はい、まあただ果たし合い持ってそうっすね。うん、まあ果たし持ってるならミススタティックショックでいなしていってでいいかなと思いますし、まあ果たしを持ってるで果たしをどっちで取っていくかっていうのを悩んでんのかな。まあ果たしでそこを取ってくるなら、ここはスタティックでいきましょう。はい、これでいいと思います。 OK OK でギロチン入っていく。ギロチンはお相手の、まあ、ドラゴンに対してはね、でかいかなというふうにはありますね。はい、で警戒も類もあんじゃないかなと思うんですけど、にしろやけ OK 漏れてはない。そうですね、警戒網がちょっとやかなと思います。まあ死の手引けたので、ただ死の手引けたとって危ないくらいがちょうどいいぜと言ってもらって、はい、特にねと、あーやばい、そうか入んねんだ、うわまたやっちまったよこれ、止められねえぜとかって調子乗ってるけど、またやっちまいましたね私。まあザンブ打とう、そうやったらザンブ打っといた方がよかったな、しくったわ、すいません、真似しないでくださいこれは。パスしましょう。まあ一回パスしてね、お相手にターン譲る。でここ使いたくねえな、まあパスしましょうか。はい、パスします。死の手で取っちゃってもいいかなと思ったんですけど、ここはあーいいやな、2枚目来たのでここは結構無理やり取っちゃってもいいかなと。ドルルがドルルじゃないけどドラゴン来ると、まあここは死の手かまして、はい、スタンいきます。うん、スタンかましちゃっていいっすね。はい、スタンかましてプロビレーターも溜まってと、鋼の盾よと言ってもらって、まあここは死の手でぶち取っていきましょう。これでいいっすね。 OK、 はい、 OK、 まあお相手果たしとかあったとしても今のところはそこまで関係ねえかなというふうなないですね。はい、で隊長と、まあ隊長ここまではいらないかなと思いますが、まあ1、3は当たる、3には当たらずに切って、はい、これいきましょう。はい、エーズだけぶち当たりに行くと、ヤッフォーと言ってもらって、はい、まあ次隊長が着地できればでかいかなと、はい、ヤッフォーと言ってもらって、はい、でドルルドラゴンドラゴンね、まあここはこっちのドラゴンよりこっちのドラゴンにするか、そうやな、こっちにしときましょう。次まあソル出てくんじゃないかなと思いますし、チャージ完了と言ってもらって、でここはまあ取りましょう、これで OK。 まあそこに対してまあ果たし合いがあったとしても特に問題はないかなと思います。まあ羽衣か、 OK、 じゃあここは一回 OK して、はい、
自分でもびっくりだぜと、はい、まあここは死の手でね取っていきましょう。はい、取れるうちに取っておきます。 OK で、ビーブも溜まっていくと、はい、で入っていく。 OK、 まあ次はパロン隊長ぶち投げちゃえばいいので特に問題はないかなと思いますね。で、エキサイティンティンと、はい、まあエキサイティンも入ったのでここでお相手がソル出てきたとしてもスクリーチチ、まあここはじゃあ終わらせてやると言ってるおじちゃん出していけばいいかなと思います。はい、行きましょう。破ってやれと連携、オッケーオッケー、はい、まあここはパスしましょう。はい、でオッケー、はい、で入って、そんなと、まあ次エズなしゲって、ギロチン行けばいいので特に問題はないかなと思います。パスと、はい、まあエズ投げましょう。ドレイブン、はい、見失うぜと、はい、でお相手はスクリーチキと、まあ先あたり行きましょう。はい、まあ最悪果たしでもいいですし、はい、じゃあここはれ、ギロチンをこっちから行きましょう。はい、これで2点入っていくと、また斧打っちゃってもいいかなと思いますけど、いや打たないでいいね、これでいいわ。 OK、 うん、ちょっと1点もったいないかもしれませんが打たずに行きましょう。ここは、はい、で、まあ、連携攻撃で取られてと、まあ、またノクサスギロチンでスクリーチをぶち取っていくと、こっちはね、はい、取っていけばいいというふうな感じですね。うん、まあここは焦らないでいいかなと思います。はい、うん、ここでパスと、まあ斧でしっかり沈めていく形をずっと取っていけばいいかな。あ、ミスティックも引けましたね。お相手はそれが出てくると、じゃあここは普通に、はい、斧を打ちます。で副官カンと、まあ羽衣があったとしてもリーの猿は見えないラインかなと思いますけどね。ここそうだね、特に関係ないので3点は飛ばないと思うので、オッケー。1マナでバフかかるカードがあったら負けですけど、オッケー。でまあ次はね、はい、斧投げてこれが入れば GG、 まあ星の創造なければ OK、 イエス。はい、マッチングいたしました。お相手はフォーチュンクイーンという風な感じですね。まあここ隊長を返しといて、あーそうだな、これでいいと思うな。スタティックショックもいらないね。はい、カラスとこれだけ持っておきましょう。あ、いいね、雲引けたから。一応お相手はスカウトっていうかあれかね、スカウトなのでまあ早いと思いますけど、まあ雲出していきましょう。はい、シャカシャカっといってもらって、で次はバロール、オッケーオッケー。まあバロールさんは来たとしてもね、そこまで怖くはねえかなと思います。まあここは2211でぶち当たりに行っちゃっていいのでいきましょう。はい、うん、まあブロックしてこないしね、オッケーオッケー。で出てくるとしたら次クイーンクイーンなのかなと、あ、クイーンじゃないわ、フォーチュンか、フォーチュンチュンかなというふうにも思いますが、フォーチュンチュンと女神微笑まねえよと、まあここはパスしましょう。はい、パスするしかないのでパスしていきます。うん、でオッケーと、うん、ズダダンダンダダンと入ってもらって、はいはいはい、でまたパスしていきましょうか。はい、パスしちゃっていいねか、もうここ死んじゃうドレイブン出してって目で取っていくっていうのもありかなと思いますね。そうだね、ここアタックしてこねえな、ワイ多分やめよう、多分ね、これ出したらアタックしてこないと思うんだよな、フォーチュンが。だからまあやめます、ここは。はい、ズダダンダンダダンと、はい、入ってもらって、まあここはドレイブン出していきましょう。はい、パーティーの時間だと、かエズでいいか、ミスてやるよと、はい、エズ行ってきましょう。でここエズぶち当たりに行って、お相手が警戒もやらないやら持ってたとしても関係ねえというような感じなので、ダンと決まったなと、はい、でミスティックショットをかましていって、はい、 OK、 うん、発射と言ってもらって、でお相手は旗、はい、まあこいつ出てくるだろうなと思ったので、まあここはドレイブンでいいかなと思いますが、いや、ここ目で取りましょう、ここ目で取ります、先に、うん、先取ります。
先取って、まあ、ここの3点を通しましょう。はい、これでいいと思います。まあ、ドレイブンは次でいいね。はい、でここワンモード出しちゃっていきましょう。でビーム、オッケー。ビーム引けたのでかいな。はい、誰にもさせねえときますけど、まあここはワンモード出しましょう。尻尾出し、さあ行くぞと。はい、違いを示せと、こいつだけでアタックしてくる。それだったら特に問題はないかなと思いますね。 4-3 でブロックする必要もないですし、はい、これで OK だと思います。 OK、 うん。でパスしましょう。はい、パスします。でここはドレイブン行きましょう。ドレイブン行って、はい、ドレイブン行っていいですね。メインイベントが始まるぜと。はい、で一応死のシャリンシャリンもあるので、次何かしらね変なことされたとしてもぴょぴょぴょーんと来ますが、ここは3313、よく見ておけよと。はい、これでいいね。 OK、 行きましょう。はい、まあスタティックもあるので、お相手のリポスト類も関係ねえとはっはーと笑ってもらって、でミスティックショットでバロールを取っていけばいいかなと思います。はい、シスリアと戦場にいるんだと言ってますけど、まあシスリアを取って、シスリアじゃねえわ、バロールを取っていきましょう。 OK、 はい、うん、チャージ完了と。でお相手はバロールが出てくると。ここねスタティックショックかましちゃってもいいかなと思いますが、スタティックかましましょう。これうん、かましていいと思います。エルムが嫌なので、まああとは連結だよね。連結エルムが次は嫌だ。まあここで連結使ってくれるなら全然いい。 OKOK、 はい、まあパスしましょう。 OK、逆に次のターンに打たれてるっていうのが一番嫌かなというふうにもあったので、ここはこれで OK ですね。でパスと。でここエルム出てくるのかな。一番エルムが嫌だ。ただ死の車輪引けたのはでかい。命をかけて、はい、この森を守るのと。まあ一応死の車輪でいけますから、特に問題はねえかなと思いますが、はい。でお相手はそれでパスと。じゃあここは死の車輪でいきましょう。はははと笑ってもらって、これで、うん、はははと。 OKOKOK。 で次クインクインは取ってしまえばいいかなと思います。はい、びっくりだぜと言ってもらって、ざまあ見ろと。まあここはパスしまっていいですね。特に何もすることないので、はい。まあお相手がどう来るか、まあ、ピューンと、はい、来ますが、まあこれで邪魔するなよと。そうだな、ここ警戒も類があったらちょっと嫌なんですけど、まあないこと願っていくしかないんだよな、ここ。うん、警戒もないこと願っていくしかないですね、ここ。これでいきましょう。 OK、 よしよしよし、はははは、と笑ってもらって、 OK。 でここでレベルアップと。ドレイブーンと、はい、で発射と、でドーンと、でザンザンが入っていくと、で2個入っていく。で OK、でここはパスしましょう。はい、お相手がねスライド打ってくるなら、まあビームかましちゃえばいいので、はい、特に問題はねえと。 OK、 パスと。まあここはビームでシスリアだけは取っていきましょう。 OK、 でまあねドレイブンでブロックかましちゃえばいいかなというふうな感じですね。これで良きと。はい、いきましょう。 OK、 GG、 イエス。はい、マッチングいたしました。お相手はキャリスタという風な感じですね。まあ、これでいきましょう。はい。まあ、ワンモード持ちながら、OK、死乗って、エズと。うん。で、ミスティック引けるのでかい。まあ、最悪、鎖が来ると言ってますけど、はいはいはい。まあ、あれが引きたいかなと思いますね、ギロチン。うん、ああ、引けた。言えば引けんだよな、やっぱ。もてなし好きなんだと言ってもらって、はい。今、爪を研いでいると、はい。言ってますけど、まあここはエズリアルじゃなくて、まあスタティックショックが引けたのでエズでもいいかなと。あ、いやドライブに行こう。天職ってやつだよなと。はい、うん、まあ打点優先でいいかなと思います。
復讐だと言ってるババア出てきますが、ここははいぶち当たりにいきましょう。家に帰りてえと、はい、まあここは OK しましょう。まあ次最悪ね、ミスティックスタティックで取っていけばいいかなと思います。あの女はまあ最悪あいつが出てくんじゃねえかなと思うんだよな、世話人が。で世話人とそこにいたのかいと、はい、まあ言ってますけど、まあここは先ミスのこれですね。 OK、 はい、うん、まあこれでレベルアップはせずに、はい、キャリスタは取れていくと。2、4、6、いや8、はい、まあ6点入りますけどね。イエティのこと、まああれか、あれ出てきたって感じですね。2、4、OK、 うん、特に問題はねえかなというふうなラインですね。はい、で一応ギロチンもあるので、お相手のとどまりが出てきたとしても、まあミスティックなりなんかちらで回答もあると。パスと、うん、手札は振らないので、ね、はい、でここはエイズ出しちゃっていいですね。見失うぜと、はい、言ってもらって、でローバンパンと、まあここはぶち当たりにいきましょう。こいつらでいけばいいかなと思います。ただまあ手札燃えてしまうので、まあそうですね、だってドレブに斧打ちましょう。稼ぎ時だぞと、はい、で OK で、これでミスティック入って、まあお相手おぞましき系あんのかな。まあそこに対しては特にね何もないので OK しましょう。はい、うん、仕方ねえというふうなラインですね。はい、ダウンと、はい、よっしゃと、はい、言うてますけど、まあここはミスティックでこいつをぶち抜けばいいっすね。はい、打点入れときましょう。 OK、 チャージ完了と、うん、でパスと、まあ次は雲出せる感じだったら出していきましょう。でお相手は闇と、まああまり打点を食らわずにいきたいかなとそろそろ思ってるので、まあ吸収が、あ、吸収じゃないよ、回復がないのでね、このデッキは。で獣 OK、 パスしましょう。はい、まあここは捕食でこいつをスタンでいいかなと思います。はい、うん、 OK、 でノコムリのサンマラで、まあ死の手とかで取っていく。でぶっちゃっちゃと、お楽しみの時間だぜーと、まあ来ますけど、まあこいつまたあれだろうね、ぶっちゃだろうね、もう一枚ぶっちゃってことは分かってるので、ここはこいつをスタンさせちゃえばいいかなと思います。はい、これで OK、 まあ普通にね、あ、ここでレベルアップ。 OK、 気づきませんでした。はい、まあ普通に3243をブロックして、でぶっちゃっちゃと、はいはいはい、まあ特に問題はないかなと思います。まあダメージはあまり食らわずに、ちょっとね、まあこれでいいかなと思います。まあ6点台になってしまうんですけど、そうだな、ちょっと6点台は嫌かな。でもまあパスしましょう。はい、おもちゃ箱、まあここはハッタリじゃねえぜと言ってもらって、はい、決まったなと。はい、でミスティックショットでここ取って、でキャリスターさばくのだ。まあここは、はい、ミスティックこいつにぶち当ててでいいかなと思いますね。チャージ完了と、で獣、うわーちょっとやばいな、獣で変に削られすぎてもやばいんですよ。はい、ちょっとそれが嫌ですけど、まあここワンモード出してユニットを出しといた方がいいかなと思います。そうだね、ここ取るよりかはワンモード出して茶を濁す、そうだな、多分その方がいいと思う。ユニット出した方がいいな。キノコ取りにはコツがあるのさと言ってもらって、はい、まあここで苗木とかが一番嫌なんだけど、いるかな。まあ普通にパスしていきましょうか。まあ動いてくるならお相手から動いてくるだろうというふうにも思いますし、でエクリプスドラゴンってことは、でもとどまりがないってことだから、今普通にブロックかまして OK、 ここパスしましょう。はい、パスします。うん、ここから逃げねえと、とでここはまあ普通にブロックかまして、このガントレットに任せな、このガントレットに任せてもらって、余裕余裕、俺の活躍を邪魔するなよ。
これしかねえな。一回ドロー見よう。目引けたらでかかったけどな。目引けないか。撃つ必要ないかなと思うんだよな。オッケー。はい、まあミスティックここに撃ってもよかったかなと思うんだけどな。今ちょっとこれ出てくるとは思わなかったな。でお相手天空とドラゴンがなんか入ってるのでそれがちょっと嫌ですけどね。まあ3マナじゃ何もできないと思うんだけどな。まあ悲願かあと悲願ガンでドローすると。じゃあキノッパ撃ちましょう。やったぞ太陽で。まあこれでオーケー。まあキノコ分の打点も入っていただければうまいかなと思いますし、はい、まあここでとどまり引かれたらもうちょっときついかなと思いますが、ざまあ見ろと。はい、まあこうパーストで雲か。まあここユニット横に広げた方がいいと思うので、そうだね、ユニット横に広げよう。で獣ドレイブン、ドレイブンタイムだと言ってもらって、で君今は一つ負けたワンプとヨードルは似てるのスワーと言ってもらって、はい、これがもうぶち当たりいきましょう。そうだね、こいつらぶち当たりいきましょう。こいつでドレイブンだけでぶち当たりいけばいいですね。はい、ここに来るなと。はい、あーまあこれ打点上げちゃうから今当たりに行かなくてもよかったか。まあまあいいや、もう仕方ねえよこれ、こうなったら。でパスト、いやなんかあるかな。ヨモトさん止められる。ああ、ゲロチ、あ無理だ。とどまりがあると、まあこれは GG ですね。 A GG です。はいはい、これ GG ですはい、試合の方はどうだったでしょうか。まあ最後の試合はねボコボコに負けてしまいました。でやっぱ使っていて昔のエズリアルドレイブンのとちょっと違うなっていう点がやっぱ多々あったなというふうに思いました、ね、ザンブとかキノコパーティーとかを打ってしまえば、まあ、2点飛ぶっていう風な形だったのでね、まあ顔のことしか考えてなければ良かったんですけど、まあ最後の試合はね多分昔のエズだったらリーサルはあったんですけど、やっぱああいうところでねなくなってしまってるってところがちょっと弱くなった、パワーが落ちたかなという風な感じですね。ただ前回のところがねもうパワーがありすぎたという風にも思うのでちょうどいい感じなのかなという風にも思っています。まあ久しぶりにねエズドレ使いたいなという風な方がいればこのデッキ使ってみるのもありなのかなというふうに思っています。今回の試合が GG と思った方がいれば高評価チャンネル登録のよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。